はい、こんにちは。少し町のママのあたです。もう6月になるということで、年の半分がもうちょっとで迎えるんだ。1年の半分をもう少しで迎えるんだと思うと、すっごい早いですよね。ものすごいスピードで過ぎていってるんですけど。ということで、6月っていうと、梅雨の時期になるので、今までこう車でジムに行かれてた方だったりとかはいいけど、自転車だったり徒歩とかで、ジムに行かれてた方は、ジムへの足が遠のいたり、運動する気力が雨ってだけで私は起きないんですけど。で、あとは、なので、家でできる、なんかこう、簡単、手軽なトレーニングないかなと思って、今回は撮影してみました。で、以前から私のチャンネルは、ママが見てくれてる人が多かったりだったりとかするので、で、ママでジムに行ってる人でも、どうしてもやっぱり家からできない、出れない時間っていうのがお子さんいるとあると思うんですよ。とか、家出れるんだけど、ジム行くほどの時間はないんだよな、子供の迎えがあるんだよな、とか、もうちょっとで帰ってくるんだよな、とかっていう時とかでも、ささっと家でできたりとかすると思うので、で、あとはやっぱり、ジムに、もうね、子供がね、うちはね、5人も6人も7人も8人も9人もいるから、出かけられない、もうそもそもジムにも行けないっていうお母さんももちろんいると思うので、家でできる手軽なトレーニングを紹介してみようと思って撮影しました。で、なんかこう、まんべんなくいろんな部位を撮ろうかなって思ったんですけど、動画を撮るってなった時にいろんな部位の総合編にしようかなと思ったんですけど、家でできる、例えば肩、背中、胸、足、お尻、腕とかいろんなのを詰め込んだ一本にしようかなと思ったんですけど、結構なんか長くなっちゃいそうだったので、こうポイントとかを伝えてたら。なので今回はお尻に特化した、トレーニング動画を、家でできるトレーニング動画を撮ってみました。で、もしなんかこう V とか、あとはこういうタクトレとかっていうリクエストがあれば、コメント欄にコメントをよろしくお願いします。ということで、本日はお尻のトレーニングをやっていきたいと思います。使うのはこのゴムチューブ1本だけです。これは100均でダイソーで売ってます。見て、ここ火傷したの、めっちゃ痛かった。そんなことは置いといて。これはダイソーで買った100円、108円のゴムです。これだけ使ってやります。それでは一緒に頑張りましょう。夏までにお尻をプリッと上げましょう。ということで、どうぞ。はい。まずはじめにヒップスラストの体のセットの仕方について解説します。ゴムバンドをかかとに挟んで骨盤の上に固定します。このような形でヒップスラストの動きを行っています。上半身のセットからいきます。椅子だったりソファーだったり、何か体の体勢に合うものを探してください。上半身は肩甲骨を引っ掛けるような形でセットします。そして足幅ですが、お尻の筋肉はこのように横向き、斜め向きの形で走行しているので、その走行に沿うように足を開きます。膝とつま先の向きはやや外側で同じ向きで、ここで動いていきます。で、ここでダメな例としては、腰が反りすぎてる、腰でこういう感じで腰だけでいっちゃう場合、そうじゃなくて頭、背中、お尻までまっすぐに降りて上がる、まっすぐに降りて上がる。で、腰反りすぎちゃう場合は、こう肋骨と腸骨、こういう風に反っちゃうと、どうしてもこの癖が多分抜けないから、肋骨と、第11肋骨って一番下のこの肋骨と腸骨、骨盤のこの距離をずっと一定に保った状態で降りる。ずっと一定に保った状態で上がる。でやると腰があんまり反りにくいので、ここの2点を意識すると、腰を反らずに降りて上がって、降りて上がってってできると思います。で、お腹、腹筋は少し力を入れる。そうすると、この距離と腹筋に力を入れてると、
体がこう反れないはずなんで、腹筋に力入れたまま体はまっすぐで、目線は前を向くように、こうどうしてもこうなっちゃうと腰また反っちゃうし、すごい上がりすぎちゃうと前ももに効いてきちゃうので、こういう風に顔上行かないようにまっすぐ前を向いて、距離は行って腹筋に力を入れてお尻を感じてください。足を置く位置はお尻を上げた状態で膝が90度になるような位置にセットしてください。足の位置が遠すぎると裏ももに効いてしまいます。逆に足の位置が体に近すぎると前ももに効いてしまいます。基本的な動作のポイントをお伝えしましたが、身長、骨格、体の柔軟性などによって体の置く上半身の位置、足の位置、骨盤の落とし方などそれぞれ効くポイントが変わってくる場合があります。まずは今の動作でセットしてみて、足に効いてないか、お尻にちゃんと効いてるか確認して、お尻にちゃんと効く位置でスタートしてみてください。後ろのこの上とこの真ん中ら辺2箇所を狙うやり方を お伝えします。まずこう軸足になる方の足は少しまっすぐピンじゃなくて少し膝を曲げる感じにします。軸足ね。で、鍛えるのはこっちの足で、こっちの足も、あ、こっちのお尻、こっちの足もピンってやるんじゃなくて、ピンってやると足に入っちゃうんで、こっちの足も少し膝を曲げる感じで、胸と骨盤は常に前向きにして、足だけで、まずこの上部を狙うとしたら、少しだけ、太ももだけ外に、あとつま先と太ももだけ外にねじる感じで、ここの筋肉グッと絞る感じの形でこのままバック、太ももは外、つま先も少し外にねじって、ここを絞る感じでグッと、で骨盤と胸は前に行きます。でこの時に後頭部、肩甲骨、仙骨がまっすぐな状態で、ここがこうなったりこうなったりしないように、後頭部、肩甲骨、仙骨がまっすぐで、ここが軸で、膝は少し曲げて太もも外で、ここで絞るとこのここに効いてきます。でダメな例としては、結構一生懸命やりすぎて骨盤がこういう風に開いちゃう人とかになると、お尻にはまあ入っ効いてはいるけど、ちゃんと狙いたい部位に入らないし、結構力が逃げちゃうので、こうなったり上半身がこう反りすぎたりこうなったりすると負荷が逃げちゃうので、正しい自分の効かせたい、今日はお尻の上部だからここに効くように形を整えてください。で次がお尻のこの真ん中、お尻のここトップのあたりを狙うときには、だいたいさっきの上半身まっすぐ、仙骨が軸、膝は少し2つとも曲げた状態でっていうのは一緒なんですけど、今度はさっきはこういう風に外旋にして、足を少し外旋にしてここに絞ったと思うんですけど、今度はまっすぐのままで、かかとはこのここを狙うときは、かかとは少しこう立てて曲げた状態で後ろに行くとここに入りやすいです。あんまりにも頑張って上げよう思ってこうグッてやると
別の位置に入っちゃうので、あんまりそんなに可動域はなくていいから、足曲げてこのままここに少し入れる感じで、かかとは90度。かかとの神経とこのお尻の神経はつながってるから、だいたいお尻のトレーニングっていうとかかと重心で、かかとは結構関わってくる種目が多いと思います。これはこうで、こうするとこっちってな感じです。次はデッドリフト、お尻に効かせるデッドリフトいきます。でジムでやるってなるとダンベルとかを持ったりして、あとこうスミスマシンとかそういうのでバーベル持ったりしてやると思うんですけど、家でやるからあのゴムバンドをつま先側寄りにかけて、これで負荷をかけてやります。でデッドリフトはみんな腰が痛くなるっていうので悩む人が結構多いと思うんですけど、腰が痛くなる人って大体こう猫背になって腰が支点になって動いてる、猫背になってここにすごい負担がかかって動いてる、でその重りを持ってるからこれを下ろそう思って手ばっかり下に行くと猫背ってなってここに負担がかかっちゃうので、そうじゃなくてまず姿勢から行くと、ここの鎖骨、両方の鎖骨を横にピーンと伸ばした感じで軽く胸を張ります。そして背中の広背筋をグッと力を入れます。背中にグッと力を入れるとこういう感じで、それで前かがみに行った状態で行くで、家でやるときもそうだしジムでやるときもなんですけど、こうやって持つよりは逆手で持った方が背中にグッて力が入った状態にキープしやすいので、この状態で背中に力を入れたまま、この姿勢のまま、さっきはこうだったと思うんですけど、この姿勢のまんま力を受け止めるのはケツ、お尻です。でこの状態のままこう、この状態のまま下がる、この状態のままこう、この時にこうお尻がぐーっと伸びることを感じて、起き上がる時に縮まることを感じることです。こう下がる時にお尻はこう斜め上に突き出すような感じで、お尻が下がるから伸びるからバーが下がるっていう感じで、あ、ゴムが下がるっていう感じで、下ろしたいから下ろすっていうよりかは、さ、お尻が伸びるから降りる、体が前に倒れてってるっていう感じになります。で起き上がるときは足で踏み、地面を踏む感じ、お尻が伸びるから上半身が倒れる、で足で踏み込んで立ち上がる、この時もお尻の収縮を感じて、
much credit。はい、こんな感じで、お尻の今日はトレーニング動画を撮ってみました。で、いろんな人のやり方だったりとか、いろんな人のこう教え方があると思うんですけど、私なりのこうポイントを押さえたあの動画にしています。で、他にもこういう部位が見たいとか、こういうトレーニング知りたいとか、そういうなんか部位別でなのか総合編でもいいし、まあなんかリクエストがあればコメント欄にコメントよろしくお願いします。ということで、夏まで頑張って丸いお尻を作りましょう。私もお尻は課題ポイントでありまして、全然あのこう完成形のお尻じゃないので、私も自分のペースで頑張っていきたいと思います。一緒に頑張りましょう。ということで、本日も見ていただきありがとうございました。それではまたねー。